皆さんこんにちは、晩飯チャンネルセカンド、てっぺでございます。今日はですね、こちら、カトラジオ JOBBB のリスナーさんからいただいた京都府宗楽郡和束町のですね、和束の緑茶のペットボトルですね、こちら、280ml 入りなんですけど、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。それではね、早速ペットボトル細部を皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、こちらが京都府宗楽郡和束町の和束のお茶のペットボトルでございます。キャラクターのチャチャちゃんですね、お茶摘みのかわいいキャラクターがトレードマークでございまして、こちらね、日本遺産というわけでね、日の丸が印刷されております。おそらくこの後ろにある茶畑はわずかの茶畑だと思われますが、その手前にですね、美味しそうなお茶がね、いわゆるこのグリーンティーってやつですね、まあ、煎茶が見えます。で、こうぐるーっとこう回りますと、裏にいろいろ書いておりまして、容量が 280ml ですね、原産地原料が京都府ですね、緑茶 100% ビタミン C ということで、こちら販売者は京都府宗楽郡和束町ということでございます。製造者がね、富山県の会社がね、製造してくれてるみたいですね。栄養成分表示 100ml 当たり 0kcal ということでございます。それではちょっと開けてみましょうか。しっかりと封がしてありましたね。あー、美味しそうなお茶の色ですね。ちょっと匂い嗅ぎます。すごい、やっぱり、いいですね。緑茶のいい香りがしております。それではね、早速ですがいただきたいと思います。はい、いただきます。これはもう一口目、すごいですね、いい香りが口の中広がります、はあ、まるで茶室に入って正座をしてお茶を立てていただいているような。ペットボトルでこれだけの緑茶の味を再現するというのは本当に関係者の皆さんの努力が感じられますね。いや、美味しかったです。というわけでね、今日は家族ラジオ JOBBB のリスナーさんからいただきました京都府宗楽郡和束町の、緑茶ですね、ペットボトル 280ml のご紹介でございました。また皆さんよかったらですね、町で、和束町のお茶を見つけられたら、まあ京都のね、お茶ね、見つけられたらぜひ飲んでほしいなと思います。ちなみにね、再生画面下の説明欄にも家族ラジオ JOBBB のリンク貼っておりますので、合わせてラジオもお楽しみください。それでは、リスナーさん、改めてありがとうございました。そして皆さん、ご視聴ありがとうございました。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。良い一日を。ペペでした。